で今回は情動記憶についてお話をします、えーまあ浄土記憶我々の記憶のシステムはですね、えーまあ、過去のどちらかというとうまくいった時の記憶成功体験よりも、えー、失敗した時の記憶を、あのー、たくさん蓄積してしまう、えー、そんなからくりになってます。えー、まあそれというのも、まあ、いわゆる生物として えー、生き残っていくためにですね、あの身の危険を感じたとか危うく命を落としそうになったとか例えば、うん、どこまで遡るかですけれどもねえー、っと原始時代あの向こうの林のさらに先に行くと獣がいて、えー、まあ襲われて食べられちゃうと。で一回そちらの方に行こうとした時に獣に。あの えー、襲われて怪我してあなんとかあ逃げられたっていう、まあ、そういう経験があるとしたらですねもう二度とそちらの危険な地域には行かないようにいい記憶に留めておかなきゃいけないわけですねそういった意味では身の危険を感じたっていうそういう記憶がしっかりと、まあ、いわゆる自分の中の、まあ、失敗の辛かった経験っていうのを、えー、きちんと 覚えておかなくてはあの自分の、えー、種の保存ができないわけですよね。そういった意味でも、えー、失敗した記憶うまくいかなかった記憶、えー、そういったものがあのしっかりとこう記憶に残りやすいとまあこれは考えればわかることですけれども逆に言うとだからこそ、うん、現状にとどまってしまうということでもあるわけですね。 新しいいことをやらない、えー、もしくは、えー、と現状の外側に飛び出そうとした時にいやそこの、ね、今安全で生活できているのにこの安全なあの領域から安心できる安全な領域からあの一歩踏み出して危険な領域に向かうのは、うん、よくないんじゃないかっていうふうに現状にとどまらせるようとするその働きにもつながってくるということで考えると。 逆に言うとここをしっかりとあのコントロールしていかないと現状の外側の、えー、ぶっ飛んだゴールを設定したとしても一歩が踏み出せないということにな,なってしまうのでここも本当に要注意ですけれどもまさに情動記憶が現状に縛り付けているんですよということですねで、えっと。うまくいかなかった失敗した記憶の方が思い出しやすいしあのしっかりと思い出してる。 で逆に言うとうまくいった時の成功体験というのをあ,のあんまりこう自分で評価せずにうま、えー、くいったことはあんまり思い出さなかったりするんですね。これはあのもったいないことで、えー、とこのプラスな情動記憶ポジティブな情動が乗った情動記憶それとあの失敗した時のネガティブな情動が乗った情動記憶、うん、これをです、ね、積極的に未来のゴールに向かって、えー、進むためには ポジティブな情動記憶をいつでも引っ張り出せるようにしていかなきゃいけないっていことですね逆に言うとネガティブな情動記憶は不要ですね過去こんなことありましたあんなことありましたっていうのはもう我々は過去には全く興味がないわけであってどん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 時間が経てばあの遠ざかっていくものですよねで えー、これが厄介なのが思い出すとですね脳としてはですね追体験しているような感覚になって嫌な気持ちがもうなんかすごい、えー、その時の、うん、情景まで含めて嫌な気分がもう全身包み込んだりするわけですよね背筋がこうあのブルッとするようなことまでも思い出してしまうとうでこれが厄介で、えー、このネガティブな情動記憶は我々コーチングをする中では絶対あの触れないようにします。 でいろんな辛い過去の経験を持ってる、えー、とクライアントさんが相談に来たとしても一切そこには触れない、えー、どうしてもそれを話したいということもあるかもしれないけれども基本的にはそれに触れずにいいいい未来に向けてどうしましょうとじゃあその過去のネガティブな情動記憶をどうしていくかですよねそれは、えー、とエモーションコントロールまさに情動記憶をコントロールしていくまさに情動をあの薄めていき ネガティブな情動をあの追体験しないようにし小さく小さくしてどんどんゴミ箱に捨てていくようなで、えー、っともう二度と思い出さなくていいですよというね辛い経験を二度と思い出さなくていいですよということで、ね、未来に向かっていきますで。どちらかというと脳の中をですね、ポジティブな情動記憶でいっぱいにしていくということができたらこれが最高に、えー、ゴールに向かっていく脳の状態が作れるわけですからこれをやっていくということですね。で今回は、 えー、ビジネスにおいてももちろんスポーツ選手もあのぜひ、えー、活用できる話ですのでぜひ聞いていただきたいんですけど過去の失敗したあの映像とかスポーツ選手であればそんなの絶対見ない方がいいわけですね課題を明確にするまではいいかもしれないけどじゃあ課題が分かったと二度とその失敗したその嫌な情動記憶嫌な気持ちまでが引っ張り出すような ものを何度も何度も繰り返し見るようなことは一切しないようにすると逆に言うと成功した時の映像をな,なるべく繰り返し、えー、あの思い浮かべる方がいいわけであって、えーまあ、スポーツ選手であれば自分の最高なプレー集みたいなのを作ってですねそれをずっと眺めていくっていうのが、えー、とても脳に良いわけですよねでそれを逆に追体験するということでもう一回 繰り返しまたこれからもやっていくぞという脳の準備ができるわけであって我々あの社会人ビジネスにおいてもまさにその通りで、えー、っとうまくいかなかったことはもう置いといて課題を見つけてじゃ次どうしようということでうまくいった時の、えー、エフィカシー高いエフィカシーが乗った、えー、ポジティブな情動記憶だけを引っ張り出せるようにしていくっていう訓練を、えー、ぜひ、えー、してみてください。まずはからくりを理解することそして ネガティブなな情動記憶はもう二度と思いい出さないそのくらいの勢いでどんどん過去に追いやっていきましょうと上がってきたらすぐ思い浮かんできたらすぐゴミ箱に捨てていくっていうような形でえネガティブな情動記憶エモーションコントロールを是非していくということですね是非やってみてくださいでまあうまくいった時の映像をあんたばに思い浮かべるとまさに脳が うまくいったことを逆に言うと追体験するのでエフィカシーはどんどん上がってくるんですねそういう状態を積極的に作っていくということですねで、今後あのやっていった方がいい今のからくりでえよしやるぞっていうふうにぜひやっていただきたいんですけれども、えー、と今回おすすめするとかやっていただきたいワークできれば習慣として日々やって、えー、見ていただきたいことですけれどもとい、えー 過去の,あのネガティブな情動記憶ですねちょっとうまくいかなかったのはもう思い出すだけでもゾッとするようなものが仮に出てきたらあの出てこない場合はあのやらなくてもいいですけど出てきたらすぐ,すぐですね即、えー、っとゴミ箱に捨てる。でどん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 ごみ、まあ、自分のこうあの架空の。 左下の方に例えばゴミ箱ボックスを作っといてバーチャルなでその中にポイッと捨てるとで捨てたらそのゴミ箱はすぐ空になるようにあの設定しとくというイメージですねうわー出てきたってパンと捨ててパッと消えるようにするそれを繰り返すってことですねえー、と一日何回もネガティブなことを思い出してしまう方は是非それを 継続的にやってみてみくださいで意識に上げてコントロールするとですねどん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 そのネガティブなことを消していくことができるわけです過去にどん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 追いやっていく感じですねで、えー、と逆に、えー、とポジティブですねうまくいった時の経験で最高なそのポ,ジポジティブというかあのエフィカシーが高まった時の,あのプラスな情動が乗った情動記憶があると思うんですけどそれを えー、いつでも出せるようにしてみてください。えー、それはどういういいいきっかけでもいいでもす、えー、と例えばそうですねいつも使ってる手帳に、えー、それをその開けた瞬間にそれが出てくるような安価リガー的に仕込んでおくやり方もあるかもしれないし、まあ、例えばですねいろんなやり方あると思いますね。えー、っとお気に入りの,あの、まあ、ちょっと高いペンがいいかなと思います高級な あの万年筆とかボールペンを買ってでそこにそのなんかこう成功した時の記憶をいっぱいつな、えー、げとくというか乗せとく感じですねそれを持つとあの時の情動がパンと出てくるもう究極言とそこの映像は出てこなくていいんですけど高いエフィカシーだけがグンと上がってくるような感じに仕込んでいくものに。でものじゃなくて、えー、っと例えば仕草でもいいですよ自分の中で。あの ちょっとこう顎の先を親指でこうなぞるとそういう感覚が出てくるように仕込んでおくやり方もあるかもしれないしそういうものを忘れてもできますからねだからそういう形で自分の中にポジティブな浄土記憶いつでも引っ張り出せるような、えー、そういう仕組みを自分の中でこう作ってみてください。それを1日何回かやってみる あの最高な気分になるポジティブなあの情動記憶の中に入り込む感じなのでどんどん自分がこうエフィカシャが高まる感じが出てくると思うんですねでこれで、えー、とネガティブではなくポジティブな情動記憶がいつでも、えー、脳の中に引っ張り出せる状態にしていくでその感覚でいつも未来のゴールを、えー、考えながら、うんまあ、過去を振り返るわけじゃないですけれども ふとエフィカシーを高めたいなと思ったらあの時最高だったなっていうものをうまく引っ張り出してきてその時の高いエフィカシーだけを、えー、いつも自分の中にこう維持していくというそんなやり方ですね。えーまあ、前端としてはあのネガティブな情動が出て情動記憶が出てきたらすぐゴミ箱に捨てるというこれはぜひあの出てきたら必ずやるっていうことですね。でその上で ポジティブな情動記憶をいいつでも引っ張り出せるようにしていくでそれで最高だってねエフィカシーが高まってその最高だっていつでもそういう状況だって、ね、いつでも自分は最高な結果を出せるぞというそういう感覚をいつも自分の中に取り出せるようにしていくというこれをまあ習慣化していっていつでも一日何回でもぜひやってみるといいんじゃないかなと思います。えー、コツががあるとししたららゴーールをイメージしながら過去の情動を 記憶の浄土の部分だけをいつでも引っ張り出せるようにしていくと,、えー、とゴール達成している時もこんな感じかなっていうのが、えー、自分の中につながってくるうそんな感じになると思いますうまくこれをあの活用していければああのエフィカシーは常に高い状態になるとで過去は全く関係ないので、えー、過去のネガティブな浄土記憶はどん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 消えていくというような感覚になってくると思いますですのでこのワークはですね前段のネガティブな浄土記憶が上がってきたらゴミ箱に捨てるというのは おそらくしばらく出てくるかもしれないけれども、どん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 回数が減ってきてもうもう出てこなくなるということにもなりうるかなと思います。そこまでぜひ継続してやってみていただければと思います。え今日は以上です。ありがとうございました。